はい、皆さんこんばんは、後ろでございます。開けたらやっていきましょう。さて、今回はね、復讐の時です。はい。いや、もういつだよっていう話になると思うんだけど、はい、以前ね、あの海を探索した時にモササウルスの森っていう場所があったんですよ。まあそんな場所じゃなくて、普通にただモササウルスが大量にいたってだけなんですけど、でその中をですね、まあね、モササウルスを借りながら進んでいたらですね、モササウルスのボスであるフォッパモササウルスっていうボスに会ったんですよ。はい。その時の俺はこのベーコングリフィンで海の中を飛び回ってて、まあね、ベーコングリフィンの実力というのはもう皆さんもご存知の通りだと思うんですけど、まあこの実力があればこんなモササウルスのボスなんか一瞬やろとか思ってたら、はい、勝てなかったですよ。はい、ボロ負けでした。あの人たちも浴びせることができずにボロ負けしたっていう、うん、このベーコングリフィンが。はい、なんでかっていうと、そのフォッパモササウルスとんでもないデバフ持ってて、近寄るだけで凍結させられるっていうデバフ持ってるんですよ。はい、なんで凍結させられてしまうん でしかもあのそばにいるだけで受けるデバフなんで、あのね、あのほれいろいろあるでしょ、このエターナルのボスはそばにいるだけで受けるデバフが、そのデバフが凍結だったんですよ。だからまあフォッパモササウルスが離れていかない限り、まあ、ずっと凍結しっぱなしで、まあ、あの俺その時こんなテック装備してなかったんで、まあ、酸素が切れるし、はい、で酸素切れてあのグリフィンから降りたら、息吸いに行こうと思ってグリフィンから降りたら、周りのモササウルス全部敵対して、まあとんでもないことになって死んじゃったっていうことで、はい、まあまあまあ、うん、まあそんなこんなで、まあ凍結があったせいで今までね戦えなかったんですが、あの実はちょっと有力な情報を得まして、こちらベーコンダディ、我らがベーコンダディですね、このベーコンダディはどうやらフォッパモササウルスの凍結デバフを無効化できるらしいんですよ。はい、なので今回はね、このベーコンダディに乗って海の中に行ってモササウルスと倒しまくって、またフォッパモササウルスに挑もうかなと、そういう所存でございます。はい、久しぶりにこちらベーコンダディが火を吹くというわけですよ。まあすでにね、あの腕から火吹いてますけど、確か以前はこの辺りにねモササウルスが大量に湧いてたんだけど、あ、ほら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 、ここ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 、やっぱり変わんないか。そう、ここで、まあ、モササウルスを倒しまくってればきっとフォッパモササウルスも湧くだろうという、そういう魂胆ですね。そうだよそうだよ、プロメテウスと違ってこっちのは飛べるんだから、ちゃんと、しかも無限に、エレメントなしで、エレメントなしで無限に飛べるんだから、こう空中待機なんてお手のものですよ。そうそうそう、エターナルはこれだけ便利なんですから、これだけ強いんですから、有効活用していかないと。さあ行きましょうか。ん？あ！いたいたいた！いたはお前だよ！フォッパモササウルス！そう、お前！こいつです、この紫色の機械の体。体力が1、10、100、1000、ちょっと待って。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、3億2000万、3億2000万の体力です。はい。さて、とりあえず、どうやろっか。そう。あのフォッパモササウルスのちょっと弱点ってわけじゃねえんだけどさ、どうおびき寄せる、降りて敵対させるとか、ちょっと待って、乗れねえ。まあ当然ダディは無事なわけなんだが、なんかいろいろ湧いてんなおい。ふう、やれやれ。ダディにね、範囲攻撃があればいいんだけどね、ダディは範囲攻撃がないからね。おー、いいね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 、地獄絵図だけどな、地獄絵図だけどね、いいね、いいね、いいね。いやー、本当に良きです。本当、良きですな。でも全然出ねえな。さっきあっさり出たのに。ちょっとモササウルスいなくなっちゃったんで、別のとこ行きますわ。北部の沖合。うん。まあ、なんとなくモササウルスバニラでもいっぱい湧いてるとこだね。あそこにちょっと行ってみますわ。さて、北部の沖合なんだけど、こんないなかったっけ？なんか少ないような。以前ね、ロボットモササウルステイムしたとき、ここでテイムしたんだけど、めちゃめちゃ数いっぱいいた気がするんだけど。まあ、ちょこちょこいるかな。ちょこちょこ、お、出た出た出た、やった、よし、もう早速やらせてくれ、早速やらせてくれ、行かないでくれ、頼むから、どこにも
うわ、届かねえ、マジか。いやいや、来た来た来た、よし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 。え、なんで向かってこないの。あ、そっかそっかそっか、あれか、カルキノスとかもそういえば向かってこないもんね。これでどうだ。そ、暗くてどこにいるか。あ、来た来た来た、向かってきてるでしょ、これは間違いなく向かってきてる、間違いなく来た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 、おっしゃやろうぜ、お前が最後のボスよ。ダメージは通ってるね、結構ダメージは結構通ってる。ちょっとどこ行くのよ、敵対切れるの早すぎひん。なんだこいつ、お前来た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 、くそ、すぐに乗れねえのが怖えわ。ダディは来るだろこっち、よしよしよし。そんなダメージ食らってないね、17607、そんな食らってないな。あ、そんな食らってないね。ずっと敵対さえしててくれれば案外割と楽にやれそうなんですけど、行かないでくれません、どこにも。ダメージ回復してる、これ微妙にしてるかな。もうニュークレスで出します、もうめんどくせえ。ただ出してもどっか行っちゃうんだよね、こうやって。ダメだな、逃げられちゃうわ。さあ、ちょっと忍者とかってこいつら海行けたっけ、このロマン砲たち。ロマン砲たちって海行けたっけ。あ、行けるな、行けるけど、まあ、あ、でもまあ、うん、行けてるような行けてないようなって感じで。あ、そうだそうだ、あとあだミニ忍者たち、そうだ、海から出れねえんだこれ。そっか、ダメか、クソ、どうしよう。そうなってくると、まあそこまで、その何、アルマゲドンのようなみたいな感じで途方もない火力必要な感じではなかったから、ネメシスかだよね、そうだよね、泳ぐモーションだよね。でこれだったらワンチャンいけんじゃねえかな。でも凍るかな、ネメシスは。凍るかどうかわかんないけど一回やってみよう。どうしようかな、ちょっと離れた場所で、まあこの辺りか。あー、ダメだ、ネメシスは凍っちゃうわ。あ、いやでも動ける、え、あ、違う違う、バカ、何やってんだよ俺。ね、デバフが解ける瞬間に一瞬殴れるんだよね、一瞬だけ。その時に、まあ一応勝負がかけられそうなんですけど。で、一瞬吠えられる、一瞬吠えられて、そう、この時に爆散できるから、なんとかなりそうな気がしなくもないけど、でも、これダディやばいんじゃないか、ダディやばいんじゃないか、これ。クソ、見えねえ、何にも。クソ、俺のことを話してくれ。幸い、取り巻きのサメどもは、全く無害だね、無害っていうか、特に何の問題もないね。ベーコンダディの一撃で全滅しとるわ。どうやって勝ちゃいいんだ、こんなの。どうやって勝ちゃいいんだよ、これ。もう、とうとう一歩も動けなくなったぞ。あ、動けた、動けた、動けた。ベーコンダディどうなってる？あ、全然だ、あ、びくともしてねえわ。この辺の浅いところで出してみよう。あ、これでダメだったら、もう、諦めます、俺。もう。どうやって勝てんの、こんなの。もう、ある意味ね、骨神より、ちょっと、ある意味、これ、骨神並みにきついぞ、こいつ。
マジで向かってきてくれないっていうのが何よりきついわ。あ、いいね、いいとこに引っかかったんじゃないのお前。いいとこに引っかかったんじゃないの。そうだから、こういう風にさ引っかからないと挑めないっていう。いやさ、凍結デバフはきついって。マジであれ、これどうやって倒す想定なのこいつは。何と戦うこと想定してそんな凍結デバフとかいうわけのわかんないものをつけたんだ。もうダメージ自体は通ってんだよ。すげえ、たまに反撃してくんだよなこれ。でもいかん、これ思ったより作業だぞこれ。こんな作業ゲーだったのこいつこうなってしまうと。てかまともに戦えないからねこいつに関しては。ほんとマジでどうやった、何と本当に戦う想定にしたんだろうね。さっきも言ったけど、俺だってベーコンダディ以外凍っとるやん。ネメシスとかでもダメ、グリフィンとかでもダメでしょ。何と戦うセリアのが正解なんだこいつ。まあ一応コメント欄ではダディで戦った方がいいっていう風なこと言われたから、多分ダディが一つの正解だと思うんだけど、ダディですよこれだからな。倒した倒した、やっと倒した。そしてまた出てきたあのバガー。なんだなんとも、まあ閉まらないというか、あ倒したわっていう感じしか出てこなかった今ガチでよっしゃーみたいなのがなかった。あやっと、なんかやっと終わったみたいな、なんか そんな感情しか湧いてこなかった。ちなみにアイテムとかってさ、そうだよね、 XB オールとか、あとはこれだよね、ファイヤークラーカー、今まで通りのやつだな。うん、でこれはこれ、古いやつでしょ、古いテックアーマー。報酬もそんなさっぱりしてない。ボスバージョンってなってるくらいだから、低メーブルバージョンがいるのかなと思ったんだけど、なんかいないんだよね。ほらフォッパモササウルスしか表示されてないでしょ。なんだろうな、なんかいるのかな。ちょっともう一回モササウルスで検索していい？これ。なんかいないんだよな。マジか。いや、こいつと初めて会ったときは、いやー、なんか海のダークスター、海のダークスターポジション来たかとか思ったんだけど、どうやらこいつしかいないんだよね、ボスバージョンしか。マジか。なんかなぁ。いいのこれで。なんか。なんだかなぁ。ちょっと、盛り上がりもしなかったし、報酬しょっぱいしで、一体何だったんじゃろうかっていう。何だったんじゃろうかっていう感じなんだけど。このフォッパモササウルスがさ、フォーステイムできるかどうかちょっと確認してみよっか。ちょっと一回クリエイティブモードにしますね。一回クリエイティブにして、で、フォッパモササウルスを出して、どうしようかな。レベルは、まあ、じゃあ一応テイブができるバージョンだと大体このぐらいだよねってことで、600レベルぐらいにして出してみよっか。こいつがさ、いけるのかな？フォーステイムみたいな。いやー、くそ、ドルフィン邪魔すぎ。あれ？ん？今俺テイブした？ああ。ダメだね。フォーステイブできないわ。フォーステイブすると消えちゃうタイプだ。そっかそっか。なんだ。いやー、あのさ、
ちょっともう一回確認したいことがあるんですけど、まあちょっと適当にモササウルスを出すじゃないですか。ちょっとすぐに死んでもらうと困るんで、ちょっとレベル5万とかにしときますね。はい。ちょっと、頭おかしいんですけど、この状態でモササウルス出した、フォッパモササウルス出したとしたら、こいつは凍結するのかな、このモササウルスは。えいや。あ、凍結するわ。凍結したわ。マジかよ。で、俺が乗らなかったとしても、ずっと凍結しっぱなしだから、じゃあダメじゃね？これ。ダメじゃん、これ。ベーコンとかさ、ああいう本来海の生物じゃないやつで水中対応してるやつでこいつに挑むようなズルはダメよっていう意味で、あ、こういう凍結デバフがついてんのかなと。はい、だから海の生物、元から海の生物でこいつに挑めば凍結デバフは発動しないんじゃねえかっていう風に なんとなくちょっと思ったんだけど、そんなことなかったっすね。バリバリ凍結しますわ。16万7350、5万レベルでもこんなもんか。メレー4万1000あんない。メレー4万1000あるのに、まあこんなもんか。まあ最後に、ちょっと最後にね、ちょっと最後に にアルマゲドンコール。アルマゲドン意外とデバフに対して耐性なかった。お前どう？いや、そこは凍らないでよ、アルマゲドン。お前、ベーコンの神様だろ？そこは凍らないでよ、アルマゲドン。マジで？お前、その燃え盛ってる炎でこんな氷溶けるやろ。というわけで、今回はフォッパモササウルス、ずっと試し飛びれてたボスの一体を、今回討伐しました。正直言って、まあ、強いというよりは、理不尽だったね。結構海のボスってことで楽しみだったんだけど、なんかちょっと理不尽な強さだなっていう風に思ったね。ずっと凍結しっぱなしってのはやりすぎじゃねえかなと思う。で、しかもさ、これ海の生物とかに効かないとかだったらまだいいんだけどさ、モササウルスにもバリバリ効いちゃうじゃん。だから、例えばモササウルスの群れでガーって行っても全員凍結しちゃって、で、しかもその凍結解けないから、猶予期間もないからね、凍結猶予期間とかもないから、もうずっと凍りっぱなしで一方的に殴り殺されるだけっていう話だし、で他のベーコン種もね、アルマゲドンすら凍っちゃうし、ベーコン、グリフィンも凍るし、ネメシスも凍るし、アルマゲドンも全員凍っちゃうし、唯一貫通できるベーコンダディ、こいつは海面とかに敵対されないせいで海面に逃げちゃって、で、ベーコンダディを追えないしで、ちょっとどうやって倒せばいいのかが分かんないっていう。まあ、唯一、アンモナイトのフェロモンとかで、その、敵対デバフがかかってる状態だったらいけるかなと思わなくもないんだけど、たださ、あ、そっか。ちょっともう一回試してみようか。ごめん、エンディングだけど。これエンディングなんだけど、ちょっともう一回試してみるか。一個、ふと思ったことがあった。俺がレアフラワーを食えば来るんじゃねえの、あいつ。ここに来て何かを掴んだ可能性があるぞ。ちょっとこれ確かめてみよう。さすがにこれを確かめないで終わったら、俺は今日眠れない。よし、じゃあさっきとは違って、ちょっとなるだけ深いところで。で、フォッパモササウルス。今回何回呼ぶんだよ、お前。何回呼ぶんだよ、フォッパモササウルス。まあいいけどさ。で、出すじゃん。で、出して、俺はここでレアフラワーを食う。レアフラワーを食って、どうなるか。さあ、どうだ？さあ、来るかい、こっち。ダメか。ちょっといい案かなと思ったんだけど、やっぱ逃げちゃうのか。そっか、陸上生物判定だから結局逃げちゃうと。で、まあ逃げられちゃうから、唯一凍結が効かないベーコンダディは追っかけることができないっていう限界があると。浅いところじゃないと戦えないっていう。マジどうやって討伐すんのこいつ、本当に。
いや凍結デバフに猶予期間とかがありゃいいんだけどね。一回凍結したら10秒とか20秒間は凍結しませんよみたいな、そういうのがありゃいいんだけどね。それがないから結構きついのよね。正直ちょっと骨神とかよりも理不尽なボスだなって思った。まあそんなとこですかね。挑む際はちょっといろいろ注意をしていただいてっていう感じになりますね。はい、というわけで今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ではさようなら。